い、どうも皆さんこんにちは、真壁です。真壁のベイカップ取引というブログを書いていて、アメリカの投資家ジムクレーマーをフォローしています。12月3日金曜日のマットマネーですけども、ジムクレーマーね、この日ナスダック下がったよなーって言ってるんですよね。でね、ダウはマイナス 0.17%、 まあそんなに下がんなかったんですけども、 SP500 マイナス 0.84%、 そしてナスダックですよ、マイナス 1.92% ですよ。でね、俯瞰で見るとね、これ SPY ですけども、 SPY こんな感じで、まあ今週ね、火曜日水曜日ドーン下がって、木曜日はちょっと持ち直したんですけども、金曜日下がったと、そういう週になりましたよね。でこれね、ナスダック見てみると、これ999ですけども、まあどんどん下落してると。ジムグレイマね、ハイフライングなテクノロジー株が半値近くになるのは見たくないよなと。でもしね、みんな期待してたそういう株が半値近くになったらね、ボーリングでね、ピンが1個倒れたら次々とね、他のピンも倒れるように、他のテクノロジー株にも影響が出てきてしまうんだと。たとえね、その下落した会社特有の要因で株が下落してようとも、そんなね、半値近く下落してたら他の株もね、巻き添えを食らってしまうことがあると。不幸にも今日それが起きたんだと。何のこと言ってるかというと、これですよね、ドキサインですよ。 42% 落ちたってことなんですよね。ジムクレーマー、そうだと、ドキサインのこと言ってるんだと。でこうやってハイフライングの株がこうドーンと半値近くになったら、それは他の株にもそれが波及するだろうと、無残な決算発表したんだとジムクレーマー言ってるんですよね。でこのドキサイの決算ね、12月2日にあったんですけども、ま、売上はね、予想 530.63 ミリオンに対して 545.5 ミリオン、これ普通にビートして、 EPS も予想 0.46 に対して 0.58 とビートしたんですけども、ガイダンスですよね。次のクォーターの売上ガイダンス、予想がね 573.8 ミリオンなんですけども、557から568と予想に全然届かなくて、こっからめちゃくちゃ減速するんじゃないかと、そういう恐れが広がったってことなんですよね。で、ジムクレーマー、でもね、なんでこんな1回の決算だけでこんなに株価落ちるんだと思うだろうと。まあね、株価どう落ちてるわけだけども、この会社ね、このドキサイン、みんなが契約するときに使ってる会社だろうと。でしかもね、みんなね、パンデミックの最中と同じような成長、これが未来永劫続くとは思ってなかっただろうと。で現実にドキサインのビジネス、ほんとシリアスなスローダウンに見舞われてるんだって言ってるんですよね。ここまでのスローダウンがあるとは、経営陣でさえ90日前でさえ思ってなかった。でジムグレイマーね、実はドキサインめちゃくちゃ重要な株なんだって言ってるんですよね。多くの投資家がドキサイン株の背後にいるんだと。でオミクロン株の脅威でね、もしかしたらまたソーシャルディスタンシングモードに戻るんじゃないかと、そういうことがあったからなおさらなんだと。だけど不幸にもこの会社、本当は予想よりもかなり少ないビジネスしかしてないと、そういうことが明らかになってしまった。それね、なんでなのかとジムクレイマーね言ってるんですよ。みんなね、ドキュサイン使わずに紙の契約書に戻ってしまうのかと。もしくは金融機関のビジネスとかね、ハウジングとかヘルスケアのビジネスみたいにドキュサインを多用するビジネスの数が落ちてるのかと。でもしそうならね、これはね、ドキュサインだけのことじゃなくて、みんなのデジタル化を助けてる全ての会社が大丈夫なのかと、そういうことになって。で、あとジムクレイマーね、オミクロン株の脅威もね、そこに被さってくる。で、あとね、今朝これ発表されただろう、弱かっただろうって言ってるのが、雇用統計の数字なんですよ。この日ね、雇用統計発表されたんですけども、非農業部門雇用者数、21万人増だったんですよね。で、予想がね、55万人増だったんで、予想よりも全然低い数字だったんですよ。で、失業率はね、予想 4.5 のところを、4.2% だったんで、これは良かったんですけども。だけどね、非農業部門雇用者数、あんま伸びてなくて、あんまね、会社がね、賃金引き上げて、あと手厚い失業手当とか終了してるのに、まだね、何百万人もの失業者が労働市場に戻ってないと。まあ、ただね、弱ってなったんですけども。でもまあ、失業率は順調に低下してるし、あとね、労働参加率、これがね、61.8% にちょっと上がってるんですよ。で、そういうことで、フェットがね、テーパリングを加速させなきゃみたいな。そういう方針はね、別に変わりないと言われてるんですけども。で、まあ、雇用統計弱かったし、オミクロンの脅威もあるし、ピンクデジタル、大丈夫なのかと。もう、ドキサインでそうなると、やっぱなんでね、この日、ナスダックがこんなにも落ちたのか、わかるだろうとジムクレーマー言ってるんですよね。で、ちなみに、アーク社のキャシーウッドは、ドキサインが大好きだとジムクレーマー言ってて、だから、打撃を受けて、アークのね、機関 ETF、ARKK も、この日はね、ドーン下がってるんだと、マイナス 5.54%。ハイフライングの株たちが全部下がってるってことなんですよね。で、ジムクレイマーね、自分はね、みんながね、テクノロジー株に恐怖を感じてることはわかると。でね、今、ドキュサイン株、利益の130倍で取引されてる。まあ、ドキュサインね、売上でしか語れない会社じゃないから、その点はマシだった。テクノロジー株によってはね、利益出てないから、もう売上の何倍みたいな。売上でしか語れない会社あるんだけども、ドキュサインはそうじゃない。利益出てるから。だけど、利益の今130倍。このね、130倍っていう数字をどう捉えるか。
ここに困惑が広がってるんだとジムクレームやってるんですよね。みんなね、テクノロジー株、そもそもどれぐらいの価値があるのか、利益の何倍だったら適正なのか、これはもう今ね、測りかねてるんだと。やばいやばいやばいってなって、そもそも全部高かったんじゃないか、これ。大丈夫なのかと、そこがグラグラしてるんだってことなんですよね。で、ジムクレームはね、さらにそこに ETF の要素が加わってくる。多くのテクノロジー株が ETF に組み込まれてるんだけども、ドキサインのような株が大打撃を受けたら、ETF を通してそれが他の株にも伝わる。言い換えると、この金曜日っていうのは、自分は無実だと証明できない。そういうテクノロジー株が、実際ね、そいつらに罪があると。そういうことじゃなくても下落したんだと。そういうテクノロジー株いっぱいあったんだって言ってるんですよね。疑わしきを罰せずじゃなくて、疑わしいから確証がなくても罰する。そういう感じでみんな下がったんだと。ジムクレマね、あなたのポートフォリオにテクノロジー株があったら、あなたのポートフォリオ、今日ね、大打撃受けただろうと、それがね、すごい、決して気分がいいものではないことはわかるよって言ってるんですよ。うわーって思うだろうと。だけど、ここで大事なのはやっぱりね、これが永遠に続くことはないと。まずそれは一つそうで。でもね、じゃあどうなったらね、テクノロジー株、上向きになるのか。これを考えることが重要だろうと。そしてそれを考えることの一つとして、やっぱね、来週の動向。これが大事になってくるんじゃないかと自分は思ってるのでジムクレーマー言ってるんですよね。だから次の週のゲームプラン見ていこうじゃないかということで、ジムクレーマー、この週のテクノロジー株の決算はドキサインよりもずっといいものがあるといいなと言ってるんですよ。でね、恒例のねジムクレーマーのゲームプランですけども、ジムクレーマー、月曜日はほんとドキサインに似てるアナログのモンゴ DB とクーパーソフトウェアの決算発表あるよって言ってるんですよね。で、ジムクレーマーね、このモンゴ DB に関しては変な名前だと思うかもしれないけども、でも時価総額も300億ドルの大企業だと。汎用データベースのプラットフォームやってるんだと。汎用ですよ。汎用人型決戦兵器ですよ。で、ジムクレーマーね、クーパーの方はこれはクラウドベースの経理管理プラットフォームの会社、両方ともちょっと前までは大きな商社だったんだって言ってるんですよね。だけどここのところ株価下がって、この金曜日も大きく下落したんだと。クーパーなんか今年の底ね、更新したんだよって言ってるんですよね。クーパーソフトウェア。いやー、この金曜日ね、マイナス 3.69%。どんどんここのところ下がってるわけですけども。これもうちょっと俯瞰で見るとこんな感じで。まあずっとね、右肩下がりだったんですけども、ここのところの下げきついですよね。で、今年の底ね、更新してると。ジムクレーマー、クーパーのビジネスは強いはずなのに、それがこんなことになってるんだって言ってるんですよね。で、もしかしたらね、そうじゃないかもしれない。ビジネス何かおかしいこと起きてるかもしれないから、それは今回のね、月曜日の決算で聞いてみようじゃないかと言ってるんですよ。で、モンゴ DB に関しては、こう金曜日、もっと落ちてるわけですよね。マイナス 6.53%。ドーン落ちてる。でね、なんでこんな落ちてるかっていうと、やっぱりね、マネーマネージャーがリスキーな株を売ってることから来る動きだと。ドキサインでボーンになって、わあ、これはもうリスク下げないと。こう似たような株売っとかないとということで。そして安全な株買ってるんだとジムクレーマー言ってるんですよね。だからモンゴ DB の会社はもうどんどん落ちてるんですけども。これですよね、もうね、前回の決算で飛んだとこの下に行きましたよね。で、こういう株が売られて、マネーマネージャーは安全な株を買ってる。ジムクレーマー、自分的にはね、お気に入りの安全な株っていうのは、例えばこういう株だって言ってるのが、アメリカンエレクトリックパワー。こういう安全な株が買われてるんだと。で、ジムクレーマーね、このモンゴ DB もクーパーも、こう月曜日の決算発表。いやー、タフだろうなって思うのは、まあこのテクノロジー株にね、冷たい試合もあるんですけども、あとやっぱりね、週末にね、さらなるオミクロン株のニュースが多くあるだろうから、これはタフかもしれないよって言ってるんですよね。ただ、モンゴ DB もクーパーも、こういう株っていうのはすでにね、ある程度大きく下がってきてるから、まあ、決算後の動きどうなるか見てみようじゃないかって言ってるんですよ。もしかしたらもうね、悪いニュース、ある程度織り込まれてたり、悪いニュースがそもそもなかったりするかもしれない。これちょっと見てみようじゃないかと。これ注目しようよってことなんですよね。で、こういうの注目することで、テクノロジー株、下げ止まりがどうなんのかっていうのを、その手がかりを得ようじゃないかと、ジムクレーマー言ってるんですよ。で、火曜日なんですけども、センチネル1のまず決算発表あるよって言ってるんですよね。で、センチネル1、サイバーセキュリティ会社なんですけども、ジムクレーマーね、この株、全然悪くないのに、それ相応の理由がないのに、ここまで株価大きく下落してることにショックを受けてるって言ってるんですよね。この3ヶ月で 33% も落ちてる。センチネル1、この金曜日もね、マイナス 7.61%。俯瞰で見るとこんな感じですけども、いやー、ここの下げとかすごいですよね。で、ジムクレーマーね、そんな理由がないのにと言ってるんですよ。だからこれもテストケースだと。別にね、売られる理由がないのに売られてるテクノロジー株いっぱいあるんだけども、それがどうなるのかのテストケース。それがこの週の決算でいっぱい見られるから注目しようじゃないかってことなんですよね。センチネル1。もしかしたらもう売られすぎなんじゃないかと。決算でバウンスするかどうか、そこのテストケースとして見てみようじゃないかって言ってるんですよね。
で、ジムクレイマンね、火曜日的にはより注目したいのはこっちだって言ってるのは、トルブラザーズなんですよ。これハウジング会社ですよね。住宅建築会社ですよ。ジムクレイマン。ここまで素晴らしい決算発表してきたホームビルダー。家のローン金利はめちゃくちゃ低いままで、サプライチェーン問題ありながらもね、マージンはここまで良かったし、ハイブリッドワークの状況で株価伸びてきたんだって言ってるんですよね。で、トルブラザーズ。どん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 、ね、株価上がってますけども、ジムクレイマン。この決算を受けて株価どう動くのか、これ注目しようじゃないかって言ってるんですよ。はい、で火曜日、最後に言ってんのこれですよね。スティッチフィックスの決算発表あるよと。でね、このスティッチフィックスね、以前にもね、ちょろっと出てきたと思いますけども、これね、オンラインのアパレル企業なんですよ。でね、当初はね、AI 活用して、パーソナルスタイリング機能っていうのがついてて、AI がそれぞれの服装のセットを提案して、それは何セットか届く、サブスク型でやってたんですけども、いまいちそれが伸びずに、CEO がね、交代するっていう発表もあって、まあ、より普通のね、アパレルの e コマース企業になりつつあるんですけども、ジムクレイマンね、こう、スティッチフィックス、ちゃんとビジネスがいってるかどうかこれ注目してるんだって言ってるんですよ。で、スティッチフィックスね、テクノロジー株と捉えられがちなんだと、AI 使ってるから。だけど、まあ、ジムクレイマン的にはね、この株、テクノロジー株であるんだけども、よりね、アパレル株なんだと。で、そういうアパレル株、自分は好きなんだと。だけど、この株ね、ほんと大きく下がってきてるから。で、イヤートゥーデートね、ほんとすごいですよね。61% 下がってる。半値以下になってて。で、俯瞰で見るとこんな感じなんですけども、このね、ショートスクイーズからもうドーン下がってるってことなんですよね。ジムクレイマン。もしね、デジタル化関連の株がボトムをつけたかどうか知りたければ、この決算でもね、何かシグナルが得られるかもしれない。だからこの週の決算は全部ね、テクノロジー株がバウンスするかどうか、デジタル化に関わるやつがバウンスするかどうか、これを見ていこうじゃないかと、一貫してジムクレイマン言ってるんですよ。で、そういう意味では水曜日のね、これもそうだと、UI パスもそうだって言ってるんですよね。ジムクレイマン、この UI パスっていうのは、業務プロセスとか作業を自動化するね、そう、自動化製品の会社だと、この株も半値になってるんだって言ってるんですよ。で、そうなんですよね、UI パス。どろどろ下がってきてる、この株も。別に何もこれもね、悪くないんだよと、UI パス。悪くないけども、地合いでこうなってる。だからこれもね、テクノロジー株のテストケースとして、こっからバウンスするのかどうか、それともまた下に行くのか、テストケースとして注目しようじゃないかと。で、あと水曜日言ってるのはこれですよね。キャンベルスープの決算発表あるよと。でね、このね、スープビジネスっていうのは安定しないんだと。原材料コストも上がってるから。で、ここまでの決算いけてないんだけども、今回はそうじゃなければいいなと言ってるんですよね。まあ、株価低迷してますよね。で、水曜日、ジムクレイマン、さらに自分のお気に入りの RH の決算発表あるよって言ってるんですよね。家具屋さんですよ。この株もノックアウトされてる株なんだけどって言って。だけど、CEO のギャリー・フリードマン。こいつは素晴らしいし、長期的視点を持ってると思うから。でね、今までは RH、売り払われた時はいい買い場になってきたから。だ、決算でどうなるか、これ注目してるって言ってるんですよね。で、RH、まあ、落ちてきてますけども、ジムクレイマー的に言えばノックアウトされてますけども、まあ、これどうなってっかですよね。で、水曜日、最後に言ってんのこれですよ。ゲームストップですよ。ジムクレイマーね、ミーム株のキングだって言ってるんですよね。で、オミクロン株の脅威で、同じミーム株の AMC の株価、これはもう下がってんだと。この金曜日もマイナス 4.19%。で、AMC ね、俯瞰で見るとこんな感じで。まあ、オミクロン株があったらね、映画館怖いですから、どう下がってるわけですけども、ジムクレイマン、ゲームストップはどうかなってことなんですよね。で、ゲームストップもこうやってね、どんどん下がってきてるんですけども、ジムクレイマンね、自分はね、まだリアルなターンアラウンドの計画を、ゲームストップの経営陣から聞いてないんだと。で、そもそもこのハイフライングなね、そういうテクノロジー株が軒並みやられてる時に、ミーム株を持つことを今正当化することはできないと言ってるんですよね。特にね、今ね、ウォールストリートベッツの火力とか弱まってるから、本当に要注意だとそういうことなんですよね。はい、で、ジムクレイマン。木曜日なんだけれども、木曜日は自分のお気に入りで自分のファンドも持ってる。ブロードコムとコスコの決算発表あるよって言ってるんですよ。で、ジムクレイマンね、これらの会社、今の下落圧力もなんとか受け流すんじゃないかって言ってるんですよね。右から左に受け流すわけですよ。ジムクレイマンね、自分はね、この日もね、自分のファンドのマネージャーと、ちょっとこのブロードコム売ろうかなと、そうやって話し合ったんだって言ってるんですよね。なぜならば、ここまで大きく上がってきたから、で伸びてますよね、本当にね。ちょっとね、これ売っとこうかなと、地合い悪くなっても困るしなってそう話してたんだけども、結局売らなかったんだと。やっぱりね、この不安定な世界で、このブロードコムっていうのは、めちゃくちゃ安定して上がってきたから、ほんと驚くべき安定さ。しかも、テクノロジー株には珍しく配当もあるブロードコム。これやっぱね、手放せないよってことになったんだと。で、あと一つのコスコに関しては、これもね、11月の売上の数字、これが発表されてちょっと落ちてるんですけども、ジムクレイマン、この株が落ちることは珍しいから、落ちた時っていうのは常に買いの好機になってきた。
今回も買いの好機と捉えるべきだと思うよって言ってるんですよね。で、金曜日。確かにちょっとね、リバウンドしてるんですよね。0.65%。だブロードコムとコスコ、決算楽しみにしてるよって俺なんですよ。はい、で、木曜日なんですけども、さらに、ホーメルフーズの決算発表あるよと。で、このホーメルフーズに関してはね、ジムクレーマーね、このスパムをボーン持ってきて、このスパム、パンプキンスパイスの限定バージョンだよと、美味しいんだよと、24年前と変わらず美味しいんだよと、そういう会社だって言ってるんですよね。で、ジムクレーマーね、ホーメルフーズ、株価は高値から大きく落ちてきてるんだと。ただね、経営陣、いいポートフォリオを揃えてると思うし、決算どうなるかだなって言ってるんですよね。で、あと言ってんのは、ルルレモンの決算発表あるよと、ジムクレーマー。ルレモンに関しては素晴らしい数字発表するんじゃないかなって言ってるんですよね。で、株価ね、結構好調なんですよね、ルレモンね。どんどん上がってきてるんですけども、さあどうなるかと。で、木曜日最後言ってんのはこれですよ。チューウィーの決算発表あるよなと。ペット関連のね、オンラインの e コマースですよ。で、これに関してはね、実際ね、うちで最近使ってみてチューウィーの製品に、ね、届いたんですけども、まあそれはね、サブチャンネルにしたんですけども、ジムグレマ、このチューウィーの株も半値になってるんだって言ってるんですよね。チューウィー今 62.7ドルですよね。こことか110だったのにねってことですよね。で、ジムクレーマー、そうだと、パターンが分かったかって言ってるんですよ。もうこれね、何のマーケットかっていうと、これベアマーケットって言うんだと。こんなにどんどんね、半値になってるやつが出てきてる、ベアマーケットだと。何のベアマーケットかっていうと、デジタル化だって言ってるんですよね。デジタル化を担うそういう会社がもうパンデミックでどんどん好調にいったから、そっからベアマーケットに陥ってる。デジタル化を担う会社っていうのを粉砕されてるんだと。で、その粉砕具合がどこで止まるのか、そういういろんなテストケースが見れるのが、この週の決算発表だとジムクレーマー言ってるんですよね。はい、で、金曜日。一つだけジムクレーマー言ってるのは、センテーンのアナリストミーティングあるよって言ってるんですよ。これね、ヘルスケア企業ですよね。メディケードとかメディケアとかやってる。ジムクレーマーね、こういうね、安定してる会社っていうのが、今のマーケットに素晴らしくフィットするんだと。で、このアナリストミーティング、自社株買いとかの発表とかあるだろうなと言ってるんですよね。センテーン株がこうなってますけども、いい発表するんじゃないかとジムクレーマー言ってるんですよ。というわけで、ジムクレーマーね、この週、まあ、いくつか今まで大きくやられてきたテクノロジー株があるんだと。で、そのうちの多くっていうのは別にね、その会社自体は別に悪くないんだけども、地合いでそうなってる。だから、そういう会社たちが、決算を経た時に、株価の打撃が続くのかどうか、そこにやっぱ注目しようじゃないかって言ってるんですよね。もしくは、テクノロジー株、もう大きく下落してきたから、サンタクロースラリー、これに向かう準備がもうできてんのかと。もしかしたらね、ラリーちょっと早く始まんのかな、だってめちゃくちゃ落ちたからと。それがどうなのか、この週で見極めようじゃないかとジムクレーマー言ってるんですよ。で、ジムクレーマーね、もうバリエーション、グラグラしてて今。で、普通に考えたら高いっちゃ高いんだと、まだね。こう、落ちたと言っても高いんだと。で、バリエーションがね、もうほんとコントロールできなくなってる感じ。そういう意味ではまだまだ株価、下落するっていう可能性あるんだよと言ってるんですよね。だけどマーケットね、うわ、もう下落した、見るのも嫌だじゃなくて、注視していこうじゃないかと。ここまでね、大きく下落してきたことを考えるとね、トンネルの出口、どんどん近くなっていると考えるべきだとジムクレーマーは言って終わってるんですよね。はい、ということでジムクレーマーのメルマガ CNBC インベスティングクラブ、この金曜日何書いてたかちょろっと抜粋のコーナーなんですけども、ジムクレーマー、マーケットね、落ちてるよなと。で、こういう時っていうのは、先週も書いたけどもと言ってて、こういう株買っとけっていう株があるんだと。3つの要素を全部持ってる株。1つ目、バランスシートが強いこと。2つ目、ヘルシーな配当を出してること。3つ目、一貫して自社株買いを行ってること。こういうね、キャッシュリッチな企業、こういうのを持とうじゃないかと、今のような時にはって言ってるんですよね。だね、今のような時期、あとこれからの時期、やっぱね、借金がめちゃくちゃあるような企業、これはもうほんと厳しいんだと。もうイケイケどんどんの時期じゃないから。バランスシートがほんと強くて、配当を出してて、自社株買いもやってる。例えばアップルだって言ってるんですよ。みんなこういう株に非難するんだと。前の決算でもね、200億ドルの自社株買いして、こういうところはね、セーフヘイブンだと思われてるんだと。でね、こういう安定した株、今ジムクレーマーのファンドで持ってる株で、あと3つ、例を挙げて言っとくよって言ってるんですよね。で、その1つ目が、ニューコアですよ。こういうね、醜いマーケットでも、ニューコア上がってるだろうと 2.73% プラス。まあ、僕もね、ニューコア持ってるんですけども、この会社、木曜日の夜に、配当をね、27% 上げるって言ったんだと。ってことはね、配当 1.8% ぐらいになる。で、あとはね、40億ドルの自社株買いプログラム。これも最近ね、アップローブされたんだと。そもそも30億ドルの自社株買いプログラムがあって、で、5月からこの12月1日までに 23.3 億ドル、これも自社株買いされてて、で、それにさらに40億ドルだから、どんどんやってる。こういう会社がいいんだって言ってるんですよね。で、二つ目挙げてんのが、マスターカード。
これも配当をね 11% ブーストしたんだと。で、80億ドルの自社株買いプログラム、新しいやつを火曜日に発表しただろうと、マスターカード。やっぱね、経営陣もこのマスターカードの株価すごい安いと思ってるからこうなってるんだと。だからこういうね、配当をブーストして自社株買いをどん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 やってる株、こういうのが今のような時期にはいいんだと。で、最後上げてんのがシェブロンですよ。これはね、最近買ったんだとジムクレームやってるんですよね。今まで持ってなかったんだけども、最近ポジションスタートしたんだと。で、その理由としてもやっぱ安定してるからってことなんですよね。で、1年に30から50億ドル、これ自社株買いすると。で、それは20億ドルから30億ドルっていう前までのガイダンスを引き上げてるんですよ。30億ドルから50億ドルにすると。で、配当も 4.7% あるし、こういうバランスシートが良くて配当ブーストしてて自社株買いをどんどんやってる、今はこういう株の出番でしょとジムクレーマー言ってるんですよね。はい、で、最後なんですけども、ジムクレーマーね、この金曜日一つ買い増してるんですよね。それがイーライリリーですよ。新しく25株買い増して、全部で400株になったと。で、これはやっぱりね、ここのところ下落してるから、これはいい買い場だと思ったってことなんですよね。この金曜日もマイナス 0.93% 下がってるんでね。で、これはね、もう前々から言ってる通り、イーライリリー、ここからどんどん来ると思うよってことなんですよね。で、今ね、高値から 11% 下がってるとこ、ここはやっぱ見過ごせないと。ちょっとずつ買い増したいってことを買ってるってことなんですけども、製薬会社の中でね、イーライリリー、ワンオブザベストだと、そう期待してるってことなんですよね。で、そのうち最も期待してる2つのプロジェクト、ドナメバブっていうアルツハイマー治療薬と、ターゼパチドっていう2型糖尿病の治療薬、多分来年ね、FDA からアプルーブを受け取って、そっから素晴らしい長期のストーリーがいくんじゃないかと。で、それぞれで100億ドルのオポチュニティだって言ってるんですよね。だね、地合でこうやって下がった時に買い増しときたいと、そうやってイラリリ買い増してるんですよ。はい、ということで、視聴者からの生電話を受け付けて銘柄を解説するライトニングラウンドなんですけども、いくつか見ていきたいと思います。まず、セレスセラピティクスはということで、これね、マイクロバイオームの治療法のプラットフォームの会社なんですよね。マイクロバイオームですよ。あのね、腸内の微生物群とかのね、そういうところに注目してる治療法の会社なんですけども、俺、質問者の人、自分は若者で新しい投資家なんだって言ってるんですよね。投資始めたばっかりなんだよって言ってるんですよ。だから、ジムクレーマーね、もしあなたがね、ほんと新しい投資家なんだったら、買っていいと思うよって言ってるんですよ。でもね、こういうね、バイオテックにありがちなね、こうドーン落ちたり、でもか戻ってったりしてるわけですけども、こういうのはね、やっぱね、自分のような古い人間には、ほんとスペキュラティブすぎるんだと。まだこの会社全然儲けてないし。だけど、あなたがね、投資始めたばっかりで、この銘柄行き着いたんだったら買ってみればどうかって言ってるんですよね。あなたの銘柄選び好きだよとジムクレーマーやってるんですよ。ただもう古い人間にとってはもうスペキュラティブすぎるから、こういうのはダメだけどと。投資始めたばっかりだったらトライしてみるのもいいんじゃないのとジムクレーマーやってるんですよね。はい、次、ビアコム CBS はということで、こういうマスメディア企業ですけども、いやー、ここですよね。アルケゴースってことですよね。ゴース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 ですよ。雑魚師匠ですよね。で、まあそっからずーっと横でじわじわ下がってるってことなんですけども、ジムクレーマー、まあビジネスはね、 OK だと思うよと。よく経営されてると思う。素晴らしいという感じじゃなくて、ただジャスト OK だって言ってるんですよね。はい、次、ノババックスよりはということで、ジムクレーマーね、COVID のワクチン云々で言えば、ノババックスよりはこっちの方が好きだよと言ってんのがファイザーなんですよね。自分はファイザーが好きだと。ファイザーは COVID 用の飲み薬もやってる。飲み薬は安価な治療薬で。で、株的にもね、ノババックスとファイザー、どっちがいいかっていうとね、やっぱファイザー株の方が安全だと感じるよと言ってるんですよね。はい、次、グロージェネレーションはということで、これね、水耕栽培用のね、園芸用品サプライヤーですよ。で、特にね、大麻栽培に関わりがあるんで、まあ、大麻株っちゃ大麻株なんですけど、ジムクレーマー。自分がこの株進めたのは、株価が10ドル台の時で、今じゃなくて、以前10ドル台だった時で、でね、40ドル台から50ドル台で売れって言ったんだと。もうそれで終わりだと、自分は振り返らないって言ってるんですよね。欲張ったらいけないよと。で、欲張ってだだだだ持ち続けてたら、こういうことになって、また行ってこいになるんだって言ってるんですよね。ブルもベアもお金儲けるけども、欲豚しあるのみだと。自分が進めたのは前のことだよと言ってるんですよね。はい、次、キャノピーグロースはということで、これもね、大麻製造会社ですよね。ほんと代表的な大麻企業ですけども、ジムクレーマー。9ドルまで落ちてきたかって言ってるんですよね。9ドル台に入ってきましたよね。9.99。こういうね、安値だったら、まあ買ってもいいかもしれないけども、だからこの企業の問題は決算がそんな良くなくて、ビジネスがそんな良くないということだって言ってるんですよね。で、このね、キャノピーグロース、コンステレーションブランズがいっぱい株持ってるんでね、大きな部分に噛んでるから、
その素晴らしい経営陣がね、なんとかしてくれたらいいんだけども。だけどとジムクレームやってて、もう自分ね、大麻業界自体が好きじゃないんだと。これね、古代宣伝ビジネスだって言ってるんですよね。で、今は例えば、スポーツギャンブルの業界とかもそんな感じになってきてるよなと。で、その業界自体が好きじゃないんだって言ってるんですよね。はい、次。コンテクストロジックはということで、これね、モバイルコマース企業なんですよね。スマホとかでやる通販アプリの Wish っていうのをね、運営してるんですけども、ジムクレームは、これ、ね、いい株だと思ったんだけど、どんどん下がっていってるよなと。今3ドルって安いけども、いやーこれどうかなと、0ドルになる可能性もあるよって言ってるんですよ。まあいいスペキュラティブ株だと思うけども、リスクは当然あるよってことですよね。まだまだ下に行くリスクあるよと。はい、次。ODP コープはあかんでということで、これね、オフィスデポですよね。文房具とかね、オフィス用具のね、大きなチェーン店なんですけども、ジムクレーマー、ダメだと、ノーだって言ってるんですよね。この会社いるじゃないかと、アマゾンいるじゃないかって言ってるんですよね。まあ、ちなみにね、アマゾン、どんどん落ちてきてますよね、アマゾンもね。はい、最後なんですけども、パランティアはということで、いやー、これね、僕持ってるんですけどもね、いやー、参ったと思ってるんですよね、どんどん下がってて。これデータ分析企業ですよ。まあ、アメリカ軍とかね、国防総省とか、FBI とか CIA とかね、そういうところとビジネスしてるんで、見えない部分がいっぱいあるんですよね。で、ジムクレーマー、この会社ね、ブラックボックスが多いから、見えない部分多いから気をつけるんだよって言ってるのと、今やっぱね、この株ね、ワークしてないよと、コールドストックだって言ってるんですよね。ということで今回は以上です。今日も聞いていただきましてどうもありがとうございました。これからもジムクレーマーフォローしていきますので、まだの方はぜひチャンネル登録どうぞよろしくお願いします。よろしければ毎日マットマネーの解説記事が届くメンバー登録もどうぞよろしくお願いします。今回のメンバー限定動画、オミクロン銘柄と4つの投資哲学、あと12月、こっから上がり始めるんじゃないかと、そういうラリー・ウィリアムズの解析の回があったんで、ご興味ある方はぜひメンバー登録もどうぞよろしくお願いします。あとサブチャンネルの方もどうぞよろしくお願いします。今週何があったかっていうと、ジンギーサシリーズのね、新しいやつ始まりました。第8回なんですけども、株価下落にオラワクワクすっぞということで、あとジムクレーマー、利確なくして儲けなし。あとジンギーさん、3銘柄勝負の途中経過。ジムクレーマー、若者投資家は社に構えない。株式ツイートの7つの罪。そしてジンギーさん、ついに来ましたよ。親に挨拶行ったと。で、ジムクレーマー、ESG 投資に未来があると。で、あとはね、ジンギーさんね、一回につきね、銘柄一個ずつ言っていくんですけども、それはね、ほんと、めちゃくちゃ上がるんですよね。で、今回のジンキー銘柄はこれだと。あと、ジンキーさんの今のポートフォリオということで、よろしければサブチャンネルの方もどうぞよろしくお願いします。最後におまけの英語コーナーです。はい、今回なんですけども、デジタル化に関わる株価、どんどん落ちてますよね。ジムクレーマーね、パターンが分かったかと。これがベアマーケットって言うんだと。デジタル化に関わる会社、これはもう粉砕されてるんだと、株価が。分かったかと、デジタル化イコール粉砕だと言ってるのがこれです。You get the pattern here? It's called a bear market, people. Anything digitized is getting pulverized, alright? Digitized, pulverized. はい、そうですよね。You get the pattern here? It's called a bear market, people. Anything digitized is getting pulverized, alright? Digitized, pulverized. 長男、次男、どうぞ。You got the pattern here? It's called a bear market, people. Anything digitized is getting pulverized, alright? Digitized, pulverized. お父さんとお母さん、どっちに似てるって言われる？ダントツにお母さんに似てるって言われる。You get the pattern here? It's called a bear market, people. Anything digitized is getting pulverized, alright? Digitized, pulverized. お父さんとお母さん、どっちに似てるって言われる？どっちも。You get the pattern here? It's called a bear market, people. Anything digitized is getting pulverized. All right? Digitized, pulverized. はい、そうですよね。で、今回ね、2回出てきますけども、これですよ。Pulverized。これ、ね、何かっていうと、これなんですよね。粉状にする。砕くってことなんですよ。文字通りで何かを砕くっていう。例えば、Pulverize the grains。その粒を粉々にしてくださいと。その文字通り砕くやつもあるんですけども、さらにそれが転じてね。いろんなものを粉砕するってことになるんですよ。議論とかを粉砕したり、あと何でもいいが何とかを完全にやっつけると粉砕するっていう意味があるんですよね。で、例えば、Pulverize the rebellion before it gets out of hand。手に負えなくなる前に、その反乱を粉砕しろと。だから文字通り何かを粉々にするっていう意味と、それが転じて粉砕するという意味があるんですよね。だからジム・グレーマン、ここの見てきたけども、パターン分かったかと。テクノロジー株に関しては、皆さん、ベアマーケットなんですよと。デジタル化に関わることは何でも、これ、粉砕されてるんだと、株価が。分かったかと。デジタル化、イコール、粉砕だと。そういうことですよね。
ということで今回は以上です。今日も最後まで聞いていただきまして本当にどうもありがとうございました。 You get the pattern here? It's called a bear market, people. Anything digitized is getting pulverized, alright? Digitized, pulverized. You get the pattern here? It's called a bear market, people. Anything digitized is getting pulverized, alright? Digitized, pulverized. お父さんとお母さんどっちに似てるって言われる？ダントツにお母さんに似てるって言われる。そうだよね。そうだね。なんでだろうな。顔はお母さんの方にだいぶ似てるよね。そう？うんうん、お父さんより。そう。でもさ、お父さんさ、長男くんのね、うん、あのほら、トーナメント優勝した時のあの写真をさ、Facebook に上げたわけ。うん。したらね、お父さんの小学校とか中学校からの友達、うん、お父さんにそっくりだっていうコメントが結構来たよ。そう？うん。それ似てる？そう、だから見る人は見たら似てるんだけど、まあでもどっちに似てるかって言われたらお母さんの方に似てるもんね。うん、うん、お母さんの友達にめちゃくちゃ言われる。言われるよね。なるほど。じゃああれは性格はどっちが似てると思う？性格？そう、まあ見た目はあれだけど性格は？どっちも。どっちも似てる？どっちも似てない。どっちも似てないかな。独自、まあ、独自路線。まあお父さんの方かな。お父さんに似てる性格は。うん、まああれだもんね、男と女であれだもんね。うん、同じね、性だもんね、男だもんね。そうだね。お父さんとどこが似てる？どこ？性格がお母さんに似てないから。何その。何それ。じゃあ似てないとこは、お父さんとどこが似てない？なんか僕マイペースな性格があるかな。ああ、お父さんマイペースじゃない？マイペースも知らないけど、うん、マイペースじゃないと思うな。あ、そう。うん。長男くんの方がマイペース？マイペースで、なんか、なんて言うんだろうな。まあ、マイペースなんだな。マイペースなんだな。今、裸の大将みたいだったよね。You get the pattern here? It's called a bear market, people. Anything digitized is getting pulverized. Alright? Digitized, pulverized. お父さんとお母さん、どっちに似てるって言われる？どっちも。どっちも似てるって言われる？お兄ちゃんに似てるって言ってる。そうだね。長男くんに似てるって言われるよね。うん。そりゃそうだ。そっくりって言われる？うん。そうだね。お父さんとお母さんは言われない、別に。うん。そうだね。もう長男くんがいるもんね。長男くんそっくりって言われる？うん。みんなに、長男くんの弟かって言われるの。みんなに言われる？うん。そうだよね。一目瞭然だもんね。うん。ね、ほとんど日本人いないしね、うん、今行ってる学校ね。うん、まあ3人いる。3人いるって。2人いる。2人いる、うん、同じ学年に2人。いや、1人が同じ学年。そうだ、1人が同じ学年。2人目が2年生。ああ、そうだよね。うん。長男くんに似てるって言われて嬉しい？いや。嬉しくない？うん。なんで？だって嬉しくないから。ああ、そう、似てない方がいいの？うん。そう？うん。なんで？だって。なんでよ。だって。だって？似てない方がいい？うん。もっと次男くんは次男くんで、全然顔違った方がよかった？うん。ほんと？うん。どんな顔がいいの？知らない。知らない？うん。バイバイ！ And that, ladies and gentlemen, is the conclusion of the lightning round!